はい、こんにちは、あまねこです。新年明けましておめでとうございます。ということで今年も2023年もあまねこチャンネルをよろしくお願いいたします。で今回なんですけど、先ほどね初詣に行ってきまして、今はねこんな感じ着物姿になってるんですけど、今回の動画はですね視聴者さんからの質問に回答していきたいと思います。で年末年始ということで、一応ツイッターの方に質問箱を置いてまして、そこに質問いただいた内容について今回は回答していきたいと思います。それでは早速行ってみよう。初詣なんですけど、さっきねちょうど行ってきたんですよね。浅草の浅草寺さんにお邪魔してきて、先ほどこちらの姿でね初詣行ってきました。めちゃめちゃ混んでたんで結構大変だったんですけど、無事にお参りもしましたし、おみくじも引いてきましたので、そちらの動画もねまた YouTube に上がってると思うので、ぜひチェックいただければと思います。年越しそば年越しそばは一応ラーメン食べたいところではあるんですけど、まあ、せっかくなのでね年越しそばはちゃんと日本そばを食べてます。でもそばでもあったかいそばが私結構好きなので、にしんそばとかを自分で作って年越しそばにしてます。なのでこの年末についてもにしんそばを作って一人で食べてました。そんな感じです。皆さんは何食べましたか？あ、帰省はですねする予定ではあるんですけど、ちょっとね残念ながらポルトフィーノ君には荷物が全然乗らなくって、私ですね自分一人の荷物であればポルトフィーノでも行けなくはないんですけど、うちの猫のねジャン君がいたりとか、ジャン君のケージだったりトイレ用の砂とか全部持ち込んでるんで、それを持ってくとなるとポルトフィーノじゃ荷物が乗らないんですよね。ということもあって今回の帰省については WRX で帰る予定です。首都高ドライブか、首都高ドライブではないけど一番最初になるのは多分 WRX かなと思います。帰省するために WRX 乗る予定なんで、首都高を走るというよりかは帰省するために高速を走るついでに首都高に乗るので、そうなると WRX かなという感じですかね。まあ、ポルトフィーノ君も多分ね1週間とかねあんまり乗らない期間が長いとバッテリーが上がっちゃうので、まあ、乗らなきゃいけないというか、まあ、私も早く乗りたいんですけど、現実的なところを言うと多分 WRX なんじゃないのかなと思ってます。あー、使い分けの基準ね、確かに3台とも性格が結構違う車だなと思っていて、今はねまだ IS が納車されてないんで、ポルトフィーノと WRX、まあ、やっぱ全然乗る TPO とかを考えて乗り分けをしてるんですけど、そこに IS が入ってくるとなると、まあ、WRX の差別化でいうとやっぱマニュアル車かオートマ車っていうところと、まあ、あとはねちょっと高級セダンっていうねところがあるので、まあポルトフィーノを出すまでもいかないけど、ちょっとねかっこよく決めたいというか、あまりスポーティーな感じで楽しみたいというよりかは大人な感じの街をドライブしに行きたいなって時は IS が活躍してくれるんじゃないのかなと思ってます。で WRX は逆に峠を走りに行ったりとか、箱根ドライブとか結構使ったりするんですよ。あんまり動画にしてないんですけど、ターンパイクとかちょこちょこ走りに行ったりしてるんですよね。はい、であとはねポルトフィーノについては皆さん動画でいっぱい見られてると思うのでわかると思うんですけど、割と近場であっても結構いろんなところ走りに行ってます。なんかああいうオープンカーの楽しさに気づいてしまったので、なんかオープンカーとして楽しみたいっていう時はやっぱ活躍の場が結構ありますよね。なんで1人で3台って結構多くないって思われると思うんですけど、なんだかんだこう乗り換えていくとなんかそれぞれの車をしっかり特徴を生かして楽しめてる感じがすると思うんですよね。まあまだ IS 納車前なんで分かんないですけど、これはね想像ではあるんですけど、今のところはしっかりねそのそれぞれの子たちを楽しめているんで、今後3台になったところでそれは変わらないかなと思ってます。どっちの方が好み？これ難しいね。どっちの方がって言われると、いや
私が初めて乗ったスポーツカーが WRX ってこともあるんで、まあ、マニュアル車はやっぱ乗りたいなっていう気持ちは強いですかね。まあなんだろう、結構左足が疲れるというか乗ってて面倒くささっていうのはあるんですけど、でもやっぱり車を操作してる感じは圧倒的にマニュアル車の方が楽しいなと思うので、どっちか絶対選べって言われたら私は多分マニュアルを選択するかなと思います。謎の質問が2つ。彼氏できそうですかっていう質問なんですけど、残念ながらできなさそうです、今のところは。なんかさっき浅草寺の占いで吉が出たんですよ。運勢が吉だったんですね。でそこになんか待ち人よしみたいなこと書いてあったんだけど、なんか結果は結果として良くなるみたいなこと書いてあったんだけど、まずその結果の前の過程が何もない状態だから、ちょっと始まりようがないという感じです。はい、なので今年は彼氏できるといいんですけど、今のところ兆しはありません。であともう一つの質問、ジャン君以外の猫を増やしますかってやつだと思うんですけど、これは今のところはジャン君で私が手一杯なところがあるので、猫を 2匹3匹と増やそうとは考えてないですかね。いやジャン君ね結構手がかかるんですよ。長毛種なのでね、毛がすごいんですよ。本当抜け毛がすごいので、毎日毎日ブラッシングしてあげないとすぐ家が毛まみれになっちゃうんでね、なんだかんだ手間かかってるんですよあの子。まあ、なんで今のところはね、ジャン君一人をしっかり可愛がっていこうと思ってます。何が食べたいですか。私外食で圧倒的に多いのがラーメンだから、ラーメンを奢ってくれたら嬉しいなと思います。でもデートっぽくないじゃないですか。だからデートっぽいご飯って考えたら、寒いから鍋が食べたいです。鍋をつつける相手が欲しいですね。そんな感じです。血液型は前にもなんか質問あった気がするんですけど、皆さん私の血液型何型だと思ってますか。なんかねライブ配信で聞いた時は B 型とか O 型が多かったんですけど、私は実は A 型でございます。まあ日本で一番多い A 型ですね。普通の A です。あ、なんか A 型らしくないだらしなさというか大雑把さがあるせいで B 型とか O 型って言われちゃうんだろうけど、実は A 型です。いや10分の動画を作るのね結構大変なんですよ。撮影もなんだかんだ1本の動画を撮るために 3,4 時間はかかりますし、まあ、そこから編集ってなると動画結構かかるとしたら7時間ぐらい普通に編集時間にかかったりするんですよね。なのでだいぶかかってます。まあ、本当にサクサクっと編集するときは 4,5 時間で終わるときもあるんですけど、かかるときは7時間ぐらいかかるんですよね。なので1本のその10分の動画を上げるためにも実はかなり時間かかってます。まあ、なので動画10分の動画だったとしてもぜひいっぱい見てもらえると嬉しいです。あ、東京オートサロン間もなくですよね。1月なんだっけ十何日からかあると思うんですけど、私も行こうかなと思ってます。出店の予定はないので特にね普通の来場者としてお邪魔する予定なんですけど、皆さんもし見かけましたら温かい目で見ていただければと思います。撮影をね結構してると思うんで、撮影中についてはちょっと声かけるのはやめてもらえたら嬉しいかなと思うんですけど、それ以外のタイミングでしたらお声かけいただければと思います。はい、じゃあ皆さんもね東京オートサロンでお会いできたらと思います。はい、ということでですね、今回は視聴者さんからいただきましたコメントにたくさん回答してみたんですけど、いかがでしたでしょうか。まあ、結構ねいろんなコメントいただいてまして、まあ、あとちょっとね踏み込んだ質問とかもね質問箱にあったりするんで、そちらはねまたメンバーさん限定とかで公開していこうかなとは思ってるんで、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。ということでですね、皆さん素敵なお正月を過ごしているかと思うんですけれども、まあ、今年1年もねあまねこチャンネルをぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。
この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いします。じゃあねー、バイバーイ。